この土日はですね、撮影がありました、ノッテビアンカの撮影です、もういよいよね8話で、最終回に向けて、撮影してるんだけどね、土曜日の日はね、瀬尾さんが、暑い炎天下の中ね撮影だったよ。本人はずっとね、もう嫌だ嫌だ嫌だって言ってましたけどね。まあそれでも、なんとか無事に撮り終えて。で、昨日はね、昨日で、いろいろなね、朝から夜まで、もうずっと、撮影だったんだけど、結果的にね、いろんな8話のシーンが撮れて、昨日はまさしの、クランクアップっていうことでね、昨日その話を、もう撮影が終わってね、バタバタっと10分ぐらい話したけど、去年の7月にね、なんかやりますっていうことを僕は言ったらしいんだよね。それで、8月の、初めからクランクインで、ようやく、昨日6月ね、もう中旬でしょ?間もなく。それでね、中旬でもないか。6月始まったばかりだけど、6月の今日撮影が、またこの後あるんだけどね、6月の十何日で、クランクアップっていうことでね、で6月の24には、最終回ってことで、って言っても今週分金曜日の分がまだね出せてないのでね、あれだけどね、先週は神戸に行って、神戸の、豆彦の、契約なんかも済ませてきて、これから神戸のね、御影の方も、どうやっていこうかっていうようなことを考えたりしてね、そんなこんなで、ずっと先週も忙しくやって、おりました、皆さんはお元気でしょうか。それでは今日の話題は、徹底的に疲れない。今週末も吉野がありますで、ノッテビアンカもやったりしてますし、お店も1個閉店して、今2つ新しく作っております。他にもいろいろやることはあります。やることの中には、いろんなね、身の回りの人たちの相談を受け、相談というか話を聞くっていう、これもですね、言ってみれば仕事みたいなものですね。話を聞かなくちゃいけないからね。でね、いろんな人たちの話を聞きますが、聞くのはね、大体、浮かない顔をして、浮かない話を僕にして、僕はそれを、聞くと。聞きながら、それそうじゃないんじゃないのとか、それ何なの、それ意味ないんじゃないとか、そんなのバカなことじゃないのとかって、言うと。そうすると、いや、でも、っていう反論があるっていうことが、多々あるんですが、徹底的に疲れないっていうのはね、僕自身なんかでも、やってることにね、何の意味あんだろうこんなことって思うことは、それはやっぱりね、あるんですね。こんなことやって何の意味あんだろうとか、こんなことやって意味ないよなとか、
いうふうに思って、まあ虚しくなるっていうかな、あの何かをやろうとする気力が失せるっていうか、シュワッと消えちゃうっていう瞬間があります。まあ自分のやる気っていうものが泡だとしたらね、その泡がなんかふわっと消えてしまうっていう瞬間がある。でそれはね、大体にして、こんなことやってて何の意味があるんだろうっていうふうにな考え方になる時です。まあこのラジオなんかも、まあ誰が聞いてんだろうって思いますよね。コメントを、まあ、つけてくれてるね、毎日、過去のものまで遡ってつけてくれてるルールさん、は聞いてくださってるとしても、他の人はね、別に聞いてるかどうかもわからないしね、どう思ってるかもわかんない。だけどだからこんなことね、やって何の意味があるんだろう、こんな朝早くに起きてこんなこと毎日喋って何か意味あるのかなっていうふうに思う。ロケなんかもそう、畑なんかその最たるものだったね。10年、近くやったけれど、その畑にで飛行機にかけてね、出かけてって、その原野みたいなところに行ってトラクター乗ったり何かしてね、それで1年かけてできたものは何かったら、まあ何ができるわけでもないわけでしょう。まあだからこんなことやって何の意味があるんだろうっていうふうに思うことは、まあ多々あります。で若いうちはね、そういうことをがなんかこう暴力的になったりね、まあ誰かを殴るってことはないけれど、まあやけになっちゃう、もういいよって、もう何もかもガラガラガシちゃんでやめたく終わらせちゃうっていう衝動に、まあ、駆られますね。まあ、実際そうやって怒り出して、何かその辺のものを、まあ、壊したってことだってね、あるしね。だけどね、今、自分に思うとね、疲れてんだね、それ。徹底的に疲れてる。そのことに気づかなかったんだね。で疲れるっていうことは、まあ弾力がなくなるからね、力が入らなくなる、力が入らなくなると、まあ暴言なんかもパラッと吐き出しちゃったり、まあ嫌味なことを言ってしまったりね、まあ、なんならもうそんなことやりたくない、もうやらないっていうようなことを言ったり、ということで、やっぱり自分がそういう、あ、こんなことやって何の意味があるんだろう、意味ないなって思う時は、あ、これは疲れてるんだなと思って、まずそういう考えをしないように努めます。最近はね、もう年なので、年っていうのは、青年ではないのでという意味でね、なので疲れないようにする、そのことはね、すごく気をつけておりますね。疲れないようにするというのは、疲れる人にまず会わない、疲れる環境に自分を置かない、まあこれはお金のためだとか、それは何々のためだというふうに自己欺瞞、自分のことを騙して、納得させようとしない。これをやめるだけでも、まあそんなことをみんながみんなできるとは思ってませんが、まあそれをやめるだけでも大きく疲れなくなりました。どうしても近くにいると自分っていうものを自分の仕事上助けてくれる人っていうのはいますね。だけどこの人と付き合ってるっていうだけでなんか疲れちゃう。疲れちゃうから暴言を吐きたくなる。疲れちゃうから何か、何か虚しくなっちゃう。でも虚しくなって
何かやりたくないと思ってる自分そのものがまた、苛立ちをするっていう、まあその後ストレスでどん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 自分ってものを蝕んでいくわけですね。で、まあそういう意味で例えばお店なんかしてもね、まあどうしてもこいつといると疲れるやつっているだろうからね、少ない人数で疲れるやつと一緒に一日中お店なんかにいるっていうのは相当、疲れると思います。で疲れれば何か暴言を吐きたくなるっていうようなことがあってね、もちろんそこで言われてる方としても、まあ、疲れる。まあなのでこの疲れても体力のある若い時はね、一晩寝て治るっていうような時にはまあいろんなことをして、まあ、自分の胆力っていうものを、まあ、鍛える必要はあるかもしれないね。なのでまあ一般的な世の中の人たちが思っているまあ、例えば若い子たちを育てるためにはどうしたらいいかっていうそのメソッドみたいなね、まあ、こういう経験をさせてとかこうだとかああだとかっていうようなことは僕はあんまりそんなことは、まあ、信用してないっていうかね、結局まあその小さい時からその経験の中で、まあ、いかに自分の胆力っていうものを作るか、まあ、脳の体力って僕前に言ったかもしれないけど、脳みそが疲れないようにするかっていうことはとても大事な気がしますね。まあ、若い時の苦労は勝手でもしろっていうことわざはそういうことに、を言ってるのかもしれないけどね。だから、いろんな、まあ、同調圧力に負けちゃうとかね、将来に対するなんとなく不安があるとかねまあそういうことでなんとなく生活がこうすさんでいくとかね、まあいろんなことあるでしょうけど、それはねやっぱりね疲れてるんだと思う。でその疲れてる原因がまあ自分の好きなことだったりもするからね、まあ疲れてもいいんだ、自分の好きなことで疲れてんだからいいんだっていうことはまあいろいろあるだろうけど、まあ僕はとにかく疲れない、徹底的に疲れない、どんなことがあっても疲れないようにする。ちょっとでもネガティブなことを考えるようになったら、あもうこれは疲れてんだと思ってやめる、すぐ寝る、もしくは、その場から離れるっていうようなことをしてね、自分ってものが疲れないようにするってことについては結構気を配ってるね。だからまあいろんな人の、まあ、愚痴なんかを、聞いたり問題を解決したりするってことはありますが、まあとにかく、皆さん疲れています。このコロナでね、コロナそのものの感染でどうとかっていうんではなくて、この自粛、もしくはこの意味のないこのことにいつまで付き合わされるんだ、その結果お店が潰れた、会社が潰れた、もしくは潰れそうまあいろんな理不尽なことに付き合っていることで疲れている人って多いと思うね。だから、このコロナが明けますよなんて、いうことが仮にあってもね、もう疲れちゃってるものはもうネガティブに考えちゃう。まあこの国で頑張ってもしょうがないよなとか、まあもともとこんな会社で頑張ったらしょうがないよなとか、残りの人生どうしようかなと。まあそういう時に、まあ気分転換と称してね、パッと会社辞めちゃって田舎に引き下がるっていうんでもよし、なんとなくぼんやり付き合ってた夫婦が離婚するっていうんでもよし、まあ何でも疲れてしまったらね、もうあとは話にならないですよ。うん。で、裏を返せばね、相手のことをなんとなく任したい、まあ自分が勝ちたいと思うなら、
とにかく相手を徹底的に疲れさせることだね。もううんざり、もうこいつとは顔も見たくないっていう形で戦わずして向こうから逃げてくようにすれば、まあ勝てますね。まあそういう意味では強さっていうのは疲れないことなのかもしれません。散る日が来るの。